楽して儲けられるって言うけれど、本当なの投資のずるさと投資の代償について解説したいと思います。一つ目、金持ちに有利。投資というのは規模の世界です。お金があればあるほど有利なんですね。二つ目、手間暇がかからない。投資はお金に働いてもらう行為です。つまり、基本的には不労所得なんですね。右肩上がりの成長で負け知らず、長くやれば誰でも勝てるっていう点で、ずるいの究極系が S&P500 投資ですね。投資はずるい、格差が広がるだけだって感じる人も増えてくるでしょう。でも、投資はいいことばかりではありません。 投資の代償は1つ目精神的ストレス。投資をしているといろいろなストレスがかかります。2つ目金が減る。投資の世界では金が減るという直接的な代償があります。この世の中はノーリスクノーリターン、ノーペインノーゲイン、痛みなくしているものなし、何の代償も払わずにただおいしい思いができるという甘い世界ではないんですね。この原則をしっかり理解してより良い人生を歩んでいきましょう。